1952年、渡辺和夫は、日本のフランス文学者、日本学士院員会員、ルネサンス期フランスのフランソワラブレイやエラスムスなどの研究、および、ガルガンチュアとパンタグリュエルの日本語訳で知られる、東京出身。行政中学校でフランス語をはじめ、少年時代は、岩谷さざなみや夏目漱石、芥川龍之介、実編者19、 式季帝三馬、三国志、西遊記などを愛読し、詩や和歌も読む文学少年だった。第一高等学校文科兵類を経て、1925年、東京帝国大学文学部仏文学科卒。辰野隆に指示し、鈴木慎太郎、山田玉樹、豊島雄らの訓導を受ける。卒業後の1925年、 旧制東京高校にフランス語の語学教員として、勤務、1931年から1933年、文部省研究員として、フランスへ留学。1940年、東京帝国大学文学部講師、1942年、助教授。戦争が激化する中、ラブレイなどの翻訳を行った。 1948年東京大学教授。1956年、明治大学兼任教授。1952年頃、中央大学大学でもフランス文学を教授した。1962年東京大学を定年退官し、立教大学文学部教授に就任。教え子で、同学一般教育部専任講師としての職を得ていた渡辺和民と共に、 文学部フランス文学科の創設に尽力した。1966年から1971年まで明治学院大学文学部教授。この間1967年パリ大学附属東洋語学校客員教授も務めた。1956年にフランス・ワラブレ研究所説で東大文学博士。1966年に本学士院会員に選出。 旧友で、公文社社長、関喜春夫の勧めで、カッパブックスシリーズの一冊として刊行された、エッセイ、占り賞は1955年のベストセラーとなった。ミクロコスモスのアナグラムである六隅巨録という、編名で、中野茂春や福永武彦、死の辰野高氏らの著書想定を行っている。櫛田孫一監修、渡辺和夫想定、ガギ、修正。 1982年がある。大戦末期に世界情勢を分析して軍部への批判を含む日記を残した没後発見され出版された。憲兵や特攻警察からの摘発を恐れ、日記は全文が不都合で書かれていた。フランソワラブレの難解な中世フランス語の作品、ガルガンチュアとパンタグリエルは1941年の第一の書、 ガルガンチュア物語から、1965年、第五の書まで、長年かけ翻訳、刊行させ、その後も訂正、改訳補充を重ね、没する直前の1975年の岩波、文庫版完結まで続けられた。その役業で1965年、読売文学賞、受賞。1971年度朝日賞受賞。なお1960年にも、 岩波文庫版、千代人よ物語の全役で、読売文学賞を佐藤正明と共同受賞している。リラダン、サルトル、カミューなど現代に至るフランス文学も紹介し続け、晩年の仕事として、16世紀のアンディ4世、マルゴコウヒラの数奇な運命の物語、戦国名案二人比などがある。大学教授として、二宮隆史、櫛田孫一、森有りさん。 菅野秋正、辻国夫、清岡拓行、清水通る、大江健三郎ら数々の文学者を育てた。大江健三郎は、高校在学中に、渡辺のフランスルネサンス団長に感銘を受け、渡辺の死体進学し、学び、没後に、日本現代のユマニスト渡辺和夫を読むを表した。辻国夫も、進学先を仏文学科に転じた。また三島由紀夫は、 ビリエド・リラダンの翻訳者として渡辺を尊敬し、1949年に出版した短編集、宝石売買を上司するにあたって、序文を渡辺にもらっている。高校時代から渡辺のエッセイを愛読していた今井義友は大学を卒業して名古屋市に住んでいた時、ナムサン大学にて恩師、新村武氏から紹介され、 渡辺と言葉を交わす機会を得て感激したと回想している。息子、渡辺各の回想によれば、共産主義を信奉しており、共産主義諸国の独裁性についても、資本主義国からの介入を防ぐためにやむを得ない承知と考え、後年、共産主義国に関する手術の情報を入手してからも、ソビエトロシアの人間化を切に願っていると述べつつ、共産主義には、 好意的であり続けたと言われる。ラブレー雑行上巻ラブレー雑行下巻ルネサンス雑行上巻ルネサンス雑行中間、ルネサンス雑行下巻フランス文学雑行上巻フランス文学雑行中間、フランス文学雑行下巻乱世、太平の日記、空間集上巻空間集中巻宮間、空間集下巻ほい上巻ほい下巻年譜、 著作総目録、総目次終戦日記として、ドナルド・キーン、作家の日記を読む、日本人の戦争でも紹介。ただし、後年は、関係が良好ではなかったことが、渋沢達彦の回想記、三島幸夫を描きに書かれている。父の政治官、モモンが2002年12月号初集。平川助博。 幻想を振りまいた仏文の知的群像2011年11月24日付、産経新聞。ありがとうございます。